イーゴリ・コンスタンチ・ノビチは、ロシア帝国の皇族、ロシア号。ロシア大公・コンスタンチン・コンスタンチ・ノビチと、その妻エリザベータ・マブリケーブナとの間の、第六子。ニコライ一世の彦。イーゴリは、優しい性格で、多くの人々に好かれていた。また、劇作家だった父の影響で演劇にも、興味を持っていた。イーゴリは、騎兵学校を卒業後は、 サンクトペテルブルク帝国陸軍大学に進んだ。第一次世界大戦が勃発すると、イズマイロフスキー連隊の連隊長に任じられ、先行を立てて、勲章を授与された。しかし、1915年に、胸膜炎にかかり肺を病んでしまい、戦場に戻っても、咳や吐血が止まらず、歩くこともままならなかった。1918年4月4日、イーゴリは、 ボリシェビキ政府の命令で、ウラル山脈に連行され、7月18日に、アラパエフスク近郊の行動内で、長兄ヨアン、サンアニコンスタンチン、また重帝ウラジーミルパーディーら親族や友人たちと、共に処刑された。遺体は、北京の聖教会墓地に埋められたが、その墓地は1986年に公園を作る、ために破壊された。ありがとうございます。